左鎖骨のプレート除去手術を終えた津村明秀騎手イコール美穂、フリーイコールが3週間の休養期間を経て、8月10日の新潟競馬で実戦復帰する。ビクトリアマイルでは14番人気のテンハッピーローズと共に、嬉しい G1 初制覇。大波乱を演出すると共に歓喜の涙を流したインタビューは、上半期の競馬を彩る印象的なシーンとなった。7月14日の函館記念以来の実戦となる津村騎手は、短期放牧から帰ってきました、笑い。体もリフレッシュできたし、気持ち的にも早く馬に乗りたいと思っていた。追い切りにも乗りたいと思っていたし、レースはもっとその気持ちが強い。復帰、初週から頑張りたい。G1 を勝ったことで、もっと勝っていかなければと思ったし、結果を出さないとそういった馬は集まってこない。結果を出して秋を迎えたいですね。